日本で最初に生まれたシャーペン、早川式繰り出し鉛筆の復刻版のご紹介。早川式繰り出し鉛筆は大正4年に現在のシャープ株式会社の創業者早川徳次さんの手によって誕生しました。そして翌年エバーレディシャープペンシルという商品名で販売されます。これが私たちが普段読んでいるシャープペンシルの名前の由来でもあり、現在のシャープ株式会社の社名の由来だと言われています。僕が持っている復刻版では当時の造形を忠実に再現。ペン先は軸と一体型で、ボディには美しい波模様が彫られています。ペンの上部にはつまみがついていて、回すことで芯を出すことができます。当時の芯径は 1.15 ミリだったそうですが、復刻版では汎用性の高い 0.5 ミリを採用。高樹芯で重たいので書きやすさに関しては正直微妙。使いづらさの中にも当時の雰囲気を体験できる貴重な一本、僕のお気に入りのシャーペンです。